交流戦期待できるピッチャーはこいつだ一発、うん、今年の交流戦始まりました。いや初日からね。ちょっと大丈夫かその入りは。あやっぱりセリーグだったな。セリーグでした。どっちにも取れるコメントやめなさいってだから。ピッチャーな。ピッチャーですよ。今年の交流戦はまずねセリーグのホームから始まる。次はまあ次の3年生はパ・リーグなんですけど、うん、まあセ・リーグのホームといえば、うん、コーチが打席に立ちますよ。ああそうか、早速見れる見れたね。で去年の、交流戦のパ・リーグね、ヒットを打ったピッチャー今日ご紹介します。ああは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 あ、それで期待できるかどうかで、当然セ・リーグのピッチャーも期待するならこのピッチャーっていうのを紹介したいなと今日は思ってますよ。いいじゃない。やっぱり大事だよね。9分の1パ・リーグやってきてない戦い方なんで大事ですよ。ここでいかにアドバンテージを取れるか、うん、ねセ・リーグはっていうところでね紹介しますけど、うん、パ・リーグで打撃がいいピッチャーのイメージってありますか。千賀投手が確か左打ちっていうのは知ってる。びっくりする時あるな、パ・リーグのピッチャーで、あ左打ちなんかこのピッチャーはと。パ・リーグのエースどころか、うん、まあ山本由伸選手とかはバッティングも器用なんじゃないかな、印象くらいだな。あ印象ですよね。あまあ去年交流戦でヒットを打ったパ・リーグのピッチャ ー実は6人しかいません。ああそう。ああやっぱり厳しいよね。甘くないね。甘くない。まず1人目が加藤選手、日本ハム。おね、2打数2安打。おすげえな。いや打ってますよ。まあ加藤選手やっぱりね拓大高陵出身、うんうんうん、千葉のね。で、新日鉄カズサマジック。おカズサマジックね社会人野球の優ですよ。行きましてやっぱりね実は内野手としてね入団した経緯がある。はあそうですか。元々打撃が良かった選手なんですね加藤選手。でその打撃成績っていうのは拾えなかったですけど、うん、当然5年間社会人野球やってましたけど、うん、まあ打撃もやりながら、うんうん、はい、プロに入って、うん、やっぱり打撃いいピッチャーですね、うん、今年も加藤選手にはだから注目してください。うん、あと今日投げましたね。ああまあそうだろうな。あそうですか見てて。まあまあそういうことなんだろうなとは思って。俺言うちゃん、ちょっと部が悪くなると俺レビュー出すのやめてもらっていいですか。で、2人目が、うん、山崎幸也投手、オリックス。オリックス、ああはあはあ、ね、明治かな。あそうですそうです、うん、2打数1安打去年の交流戦ね、うん、日大三高出身ですよ。あーあー泣くも黙る。はい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 。で小倉監督もね絶賛してますよ。日大三高時代、うん、5番打者、うん、で、3年半にはね1大会13安打で1大会のその通算記録安打記録を取ってると。すごいな。すごいんですよ、うん、まあそれで明治大学進みまして、うん、明治大学でもねやっぱりバッティングも良かった。リーチがないからな。そう66試合で打率2割6分4厘125打数33安打。おすごいね。ねだからまあ山崎幸也投手まあ順調にエリートですもんね。うんエリートね。ね、うん今年も注目でございます。そして3人目、うん、田中のマークね。ああそうだそうだそうだね。田中のマー君はあーマーさんはマーさんはね去年 2打数1安打。うんまあこれはもう皆さんご存知かもしれませんけど駒大苫小牧時代ね5番打者ですよ。最後な三振。あそうそうそう。田中も今日投げて、はい、どうでしたバッティングは。そういうことなんだろうなと思ったよ。言うけど自分のだろうと思うっていう推測を逃げ道を作るっていう断定してそうでしてないんですよね、うん、落合さんは。いやそうですよ。で、高校通算17本塁打、あそこ、ねやっぱり田中マー君は、うん、あー打ってますよ。今年も注目、注目、ね。そして、ソフトバンク、うん、石川修太選手おうおうおう2打数1安打。おうおうおう。石川選手なんかはね、まあこうまあ、いいんでしょうね。いいね。そう。そして、武田投手、うん宮城投手なんかも1安打ずつ。ああ、で宮城選手なんかだって、全日本の時すごかったもんね。そうなのよ。やっぱり若いピッチャーは注目ですよね、これ見ると。あまあ、田中のマー君とかよくやってますけど。やってるな。あやってる。
で、パリーグね、そんな感じですよ。だからこの6選手には今年も注目でございますが、そうか、うん、セリーグ、うん、セリーグで注目選手ね、4人、いや二刀流がいいんだからセリーグ、まあ、まずね、まず西純也投手、うん、俺はもう創志学園、そうだね、創志学園出身でね、アンダー18のワールドカップの時はね DH で出てますよ。いや僕バッターで指名、あ、そう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 、した方がいいんじゃないかって当時は思ってね、当時ね。で南アフリカ戦では DH で出場しまして、日本塁打8打点の大暴れ、やっぱり打ってるね、打撃いいんですよ、打撃ないなと思って、やっとね阪神でも出るようになりましたけど、5月18日ヤクルト戦ではツーラン、8番ツーランで3登板してるんですけど、いずれも1安打ずつ打ってて、いや今9打数3安打3割3分3厘、いや、いいんじゃない、このまま伸びていけばね、これがやっぱりセ・リーグのホームでぜひ投げてほしいね、うん、1人のいいバッターですからね、うん、シンプルに。そしてお待たせしましたよ、森下、ああ、まあ二刀流だからね。高校知ってます、森下投手、大分商業、ああそう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 、大分商業、うん、ね、大分商業時代も102打数29安打2割8分4厘で、あ、バッティングも頑張ったんで、頑張ったんで明治進みまして、プロに入って、うん、3年目かな今森下投手が、3年目だね、3年 目、ね、3年目かな、うん、でここまでの成績ですよ、うん、21打数7安打3割3分3厘、規定は乗ってるよね、乗ってないです全然乗ってないです、あれ、なんか計算式変わったかな来て乗ってたらもう打率ランキング3位ぐらいに入ってきますよね、6本狙うね7打点、そうなんやな、早いとこで、そうなんですよ、7打点オプス 0.857、 ああいや二刀流なんだもん、別に驚かないですそのくらいやってもらわないと、森下投手はもう松田で放らした方がいいね、これ考えたら確実に、そうだね、ちょっとローテもね見ましたけどね、土曜かな、あ、で吉野ちゃんとでしょ、あ、違います、ソフトバンクですね、今週は、あ、今週はな、今週は、今週は、うん、あ、ペイペイで森下投手だから DH 使わない可能性がありますね、これは、いや、DH 出すでしょ意味わからんってピッチャーは DH、うん、DH を使わないんですよ、ピッチャー出せる場合は、そうか、そうだ、まあ、組み合わせ、ちょっと来週以降のあれがわかりませんけど、まあ、打席立たせたい でこれは正した方がいいよね、ぜひ、まあ、カープはみんないいんでね、大輝ね、そして3人目、うん、これやっぱり、あ、私一人出させてよ、山崎伊織選手、あ、バッティングいいの、いいんですよ、4打数3安打7割5分です、お、すげえな、こう、これね、まあ、10打席、まあ、送りバントとかもしっかり決めるし、うん、オプス脅威の 1.58、 うわ、ちょっと、も森下負けてるじゃんどこで行こう、でもツーベースはやっぱ森下投手打てるんでね、まあまあまあ、うん、長打率は低いですか、山崎伊織選手、うん、この山崎伊織選手ね、登板予定ちょっとね不明なんですが、うん、まあおそらく後半日曜日あたりかなと、うん、思っておりますよ、エース級とやるのかな、そうね、巨人は後半は日本ハム、日本ハムか、金子選手あたりとやるかもしれませんね、うんうん、そして4人目が、うん、高橋宏斗選手、おね、うんうん、慶応大学 AO 入賞したっていうね、そう、高橋これはもう慶応も高橋を取っとけば今回も優勝できた、間違いないね、うん、まあ、別にそんなんであれやってないと思いますけど、入試は、中京大中京からね取り行きまして、中山ライト選手の同級生ですね、すごい高校だね、だからその時に夏の甲子園やってたら多分優勝した、ああそうだね、シンプルにそうだね、1試合しかやらなかった、あ、そうね、特別のな試合になったんだけど、ここまで7打数2安打、うん、2割8分6厘2打点、うん、オプスも7-14、いいね、ここまでがやっぱりねセ・リーグで今頑張ってるピッチャー陣、うんうん、だこの辺りはやっぱりぜひホームゲームで投げさせたいところね、投げさせたいけどな、もうローテは決まっちゃってるからな、そうなんだよ、わざわざずらすそこまでは、そうだね、違うからな、やっぱりこれ今年セ・リーグのピッチャー陣が打って、うん、パリーグを圧倒するようなことあれば、うん、あ、これはやっぱり投手の打撃が大きなアドバンテージになるなっていう一つの指針ですからね、日本シリーズなんかも楽しみよ、ね、うん、本当にそうなんですよ、でね、チーム別セ・リーグ、はいはいはい、あの WRAA、 またなんか変なこれポジション変化だ、ポジション別のね得失点差への寄与、はいはいはい、まあだからそのポジションでどれだけ他のチームに比べて、はい、貢献してるか、得点にね、
ていう数値があるんですけど、これポジション別投手でね、うん、1位はね中日、まあ中日な、うん、2.9、うん、やっぱり中村のりさんがねちょっと2軍に配置転換、ちょっとあれも一回やっといた方がいいんじゃないかな。なんか俺怖いんだけど、ちょっと一人中日に詳しい人がいるんで身近に、ちょっとその人に話聞いて、のりさんもな昔っていうかいろいろある人だからなんかちょっと勘ぐっちゃう勘ぐっちゃうな、なんかね理由とかも言ってほしかったですね。立浪監督に任せてるっていう首脳陣からのコメントだったからな。あそうなんだよ、逃げてる、逃げてんだよ。で春コーチ分かりましたけど、うん、でも中日は 2.9、まあ、で1位ね。そう打撃練習もやっぱ活発、うん、柳投手とかもすごい積極的にやってるらしいね、明治ね、うん、そして2位が広島、うん、やっぱり 2.5、うん、打つもんね、打ってるね、みんな、うん、バントもちゃんとやるし、うん、あバントもやるしね、うん、本当に。で3位が巨人の 1.8、 うん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 、だから、この3チームがプラスなんですよ、投手ね。そうかそうか、だから、まあ、DH のねパ・リーグの主催試合で DH のバックルもありますけど、うん、ホームゲームでね、うん、セリーグらしい戦いができるかどうかっていうのは大きな、あアドバンテージだからな。そうなんだよ、うん、ピッチャーを出せるのは。なので、投手の打撃成績を見るとこの3チーム、うん、注目かなと、うんうん、セリーグホームゲーム、いいね、以上、僕らにとってはいい情報、いい情報まあだから一つ今日の懸念点であれば、うん、中村のりさんの肉の骨格だけちょっと今後早めにやった方がいいかもしれないな対談とかまでありそうな。いや本当ね怖いね。ということで今日から始まりました交流戦、ピッチャーはどんなバッティングを見せてくれるんでしょうか。また明日お会いしましょう。ありがとうございました。いやついに始まっちゃいましたけど、今日のゲームの MVP 誰ですか、6試合通して。やっぱり投手中心にはなるんだと思う。いやだから違うんです、思うじゃなくて MVP 教えてください。見た上でマークさあ結果はいかに、あー栄冠はフェドロに輝く、語呂ある、チャンネル登録お願いします。